中は韓国の反日英雄、これはえっと文禄から慶長ですね、えー、秀吉の時代の反日英雄でありますか、李舜臣を取り上げております。はい、この方は日本軍との戦闘で最も勇敢であったと。ところが資料にも残っているんでありますが、この李舜臣さんは黒金弘氏さんの説によりますと、九戦時もう戦争は一旦休もうと。 そういうい協定を結んだ瞬間に協定を破って仕掛けてくるという、うん、敵の裏をかくという、うん、黒金さんはあーこの李俊信果たして英雄かということをおっしゃっておりますが、はい、このー李俊信さんにとどめを刺したのが島津義和<ー>あのわ、ー、ら乱の,乱の時にね秀吉が、はい、まあ,あ朝鮮の駅でし戦を仕掛けるんであります えー、その時にその李春信さんにとどめを刺したのが島津義弘という薩摩軍だったという。これはあの停、えー、戦協定に従って島津が撤退するんですよ。はい、これ秀吉が死んだからかな。それで撤退を開始するんでありますが、撤退を開始して、えー、船に乗った瞬間に李春信さんが攻撃してきたという。う <laughs> すごいやり方ですねそれでこれは島津が怒っちゃったんですね、えー、それでその島津が反撃を開始するんですな李承信のこの軍隊に対してでこの時に明の,の連合軍中国の連合軍がいたんでありますがちょっとですねあまりにも卑怯なんて明軍が李さんを捨てたらしいんですよあ明が、はい それで残された李俊信が島津の攻撃にあって戦死したという,う、えー、そういうことになってありますな、えーえー、この、えー、李俊信さんのことを、えー、黒金さんは厳しくどさくさにつけ込む英雄って言ってるのありますが <laughs>、えー、英雄もいろいろでありますけどもねこの島津の戦いっぷりっていうのはこれは韓国の歴史の方にも載ってるんです。はい、これやっぱり 島津って強烈だったみたいですね。こう、李朝鮮が記録にとどめたって言うんですよ。<ー>その島津の恐ろしさを。はい。全く死を恐れないって。島津って。それでもう号令がかかると。もう我先に。戦いを挑んでくるっていう。朝鮮発発音では島津のこと。シーマンズと言ってます。<ー>で、シーマンズの威風、ちょっと変わったところで。シーマンズっていうのは、えー、その。 日本の南部にいる一族だけどもここは裁判所があって刑務所がないってそんな書き方を記録にしてるんです分かりますえ意味がわからない裁判所があって刑務所がないっていうえー、裁判はされるけれども、うん、じゃあその罪を償うところがない、はい。だからえっ、ー、と侍が卑怯なことをして裁判所が死刑っていうと、えーえー、本人がちゃんと自分のことを自分で死刑にするっていう切腹しちゃうっていう<ー>それから禁錮5年っていうと、はあ、自分家に あの竹槍を坂抜にかけててて一歩も出てこないって自分で近親窒境を自分でやるから、はい、そ,そういう一種のおびえもシーマンズについて感じたらしくてまあ,あ後の話になりますけども、えーまあ、このどさくさの英雄と黒金さんが呼び捨てられます、えー、この李俊信を英雄として、えー、韓国中に銅像を立てた、えー その韓国の大統領がボキさん、パキさんでありますな今の大統領のお父さん、はいね、この方は、えーまあ、反日をばっと盛り上げようということで、李承信を英雄にして各所に銅像というねで、その娘さんが、今度は同じ、えー、反日でも、李承信と違うパターンで、えー、反日少女の像少女の像を、はいえー、各地に えー、アメリカも含めて建てられているというね。うん、ああ、親子2代嫌いなんでしょうね。うんえー、もう嫌われたから仕方がない。ちょっと話が集まってすいませんね。なんか <laughs> はい。なんかはい。ここから先なんでありますけども。事実というのはまことに不思議なもんでありまして。えー、この李春申に居続く韓国の反日英雄がアンジュンコン。はい あの日本の初代え総理大臣伊藤博文を暗殺した青年なんでありますが、えーはい、これ今結構ねクエスチョンマークがいっぱいつく謎だらけなんですねえこのあたりちょっと今週メインで頑張っていこうかなと思いますお聞きくださいますね韓国と中国とのまあ、関係史みたいなものを振り返ろうというね寒中水泳衰えたり栄えたりするこの関係史でありますけれども、えー、もちろん元ネタございまして黒金宏さん角川学芸出版で出ております ここの人どでで調調べべたんすすかねね細かね細く調べてらっしゃいます、ね、さあ反日の英雄ですなこの今世紀に入ってのン淳魂による伊藤博文射殺事件という暗殺事件というのを、えー、振り返ってみたいと思います。これはもうハルピン駅に銅像が立ってるというまあ日本人としてはなんか心が痛いですな。うん、えーえー、まあしかしちょっと落ち着いてこの事件をゆっくり見てみたいと思いますが実はね菅さんこういうことなんですよ。はい 黒金氏が集めた資料によりますと、伊藤博文暗殺犯、反日の英雄、アン・ジュンコンでありますで。これは誰も疑いません。日本国内においてさえも、アン・ジュンコンという、まえー、一種暗殺者、テロリストによって、えー、我が国初代の総理大臣は射殺されたと。ところがですね、残った資料、全部並べますと、ものすごく奇妙なんであります。一説によると、本当にアン・ジュンコンなのか。 という疑いができ出てくるんですな、はいえー、韓国の方もこの放送を聞いてらっしゃいますからこの辺は、えー、ちょっとあの考慮してね丁寧に喋らなければなりませんがこれはあくまでも黒金弘志さんが集められた資料でありますただしデタラメではないと思うんであります、うん、こういうことなんであります安純根が伊藤博文を打ったということに関してはし歴史家の間で いまだに解けない謎がいくつも残っているということなんです。現場に残されたもの、その事実のみを見つめてみよう。プロガネ氏は言います。この事件は明治四十二年千九百九年十月二十六日午前九時。国竜交省はハルリン駅前で起こったと。早朝,朝、ですな。アンジュンコンの狂気はベルギー製の拳銃。七連発。銃の形はブローニング拳銃だそうです。アンジュンコンは六発。 弾をこれはもう残ったあれから銃からわかるわけですな、はい、アンジュンコンクールなんですね一発を自殺用としてちゃんと残しております、うん、でこの時にアンジュンコンやっぱり知恵があったんでしょうね銃の殺傷能力を高めるべくそういう方法があるんでありますが弾丸に拳銃の弾丸に十字の刻みを入れてる、うん、あの例のシーノミ弾があるでしょシ、うん、の 銃の鉄実の,、はい、の,の形どんぐりみたいな形であ,、はい、あそこの頭にね十字を入れるんですって十字入れるとどうなるんですかあの肉体の中に入った時にバシって割れるんだってやっぱ反日の英雄日本人大嫌いね<ー>だからアン・ジュンコンの弾丸撃った弾には十字の刻みが入ってるはずなんですよ取り上げた<ー>取り上げたあ一発にもちゃんと十字が入ってたわけですから彼自身もそのことを言ってるわけですから、うん でまあクールンでありますが今度は伊藤博美の残された遺体を見てみましょう、はい、伊藤博美は3発を被弾1発は貫通して未発見これまだあの発見されてないハルピン駅の駅前のどっかにあるんでしょうな、はい、で体内に2発の弾丸が残ってるその2発は腕を砕いて太ももに達し止まったという2発でこれは上から撃たれたという高いところから撃ったという。 その伊藤博文の体内に残った2発の弾,弾丸の弾頭に十字がないそうであります。えっアン・ジュンコの弾じゃねえね、はい、え、とんちんかんな話ですけどもこういうことなんであります。アン・ジュンコンは5発撃ったが伊藤の周りにいた日本人役人も被弾して死亡してるあの現場で死んだのは伊藤博文だけじゃないんですよ。はい行きますよ。 当たったっっ数を一応分かかてるわけですから現場からねその被弾した人の姓のみ室田という人が5発中村という人が2発森という人が1発上川という人が1発田中という人が1発計13発の弾丸が撃たれてえーうち先端十字は森が被弾したのみ森さんに当たった1発だけが アンジュンコンの十字の弾丸と同じものだったっていう十字の刻みがあったという。じゃあ他にも撃った人がいた、ね。そうなんです。うん、どう考えても、この弾数計十三発飛び交ってるわけですから。アンジュンコンだけじゃないんです。三人以上いないと、この銃は撃てないんですよ。何人だ、これ、一、二、三、四、五、六。六人に向かって弾丸が発射されてるわけですな。はい とこれ変なことを考えると反純昆さんは伊藤博文の顔を知らなかったって可能性あるんですな。あ誰だっていいかい室田っていう人には5発も当たってんだよ。はあ 玉数から言って室田っていう人を広文と勘違いしたという説もあってさあこのサスペンス明日も続きますあの戦、ー、後70年というまあ記念の年でありますえー、韓国中国ではですねこの漢中の国では日本に対するこう反日感情がまた再び高まるというしかし出来事をしっかりクールに見ていこうというそうするとなんかこうちょっとこう。 今までの歴史観というものの中にいくつもの実はクエスチョンマークが落ちていることに気づくという、えー、今週取り上げているのは安による伊藤博文暗殺事件という、まあ、日本で初めての初代総理大臣が韓国の一青年によって朝鮮の一青年によって暗殺されたわけでところがじっと見つめると変なんでありますこれ。 ええ、これはもちろん黒金博史の独自の資料を本の中で見て私もびっくりしたんでありますが、はいえー、この暗殺事件は明治42年1909年10月26日午前9時国立交渉ハルピン駅頭で起こりましたここには今アンジュンコンの記念碑が、えー、中国の許可を得て韓国政府によって建てられてるんですがこの暗殺事件よく見ますとアンジュンコンの凶器は、えー、ベルギー製ブローニング拳銃アンジュンコンは6発、うん、弾を 込めましてて5発をを射撃1発を自殺用に取っていたそして殺傷能力を高めるため、えー、伊藤の身体に弾丸が入った瞬間バーッと割れて散るように弾丸に十字の刻みを入れるという、えー、細かい細工までして5発を伊藤に向かって撃ってるんでございますが現場の様子を再現いたしますと実はこの5発が飛び交ったんではないんでありますね。うん、全部で計13発の弾丸が 現場に飛び交っておりまして、えー、その伊藤の周りにいた明治政府の役人室田中村森上川田中にも弾丸が命中しております、はい、で一番弾丸が多かったのは室田の5発でありまして、えー、十字の刻みが入った弾丸が当たっておりますのが森なんであります。うん、で計6人に発発の弾丸が発射されてるんでありますから もしかすると3人から4人じゃないかと、はい、暗殺のテロリストは。で一番の問題はアン・ジュンコンが十字を刻んだ弾丸が伊藤の体内から発見されてないんであります。ね、という伊藤には3発当たってるんでありますけども、まあ、1発は未発見なんでありますが体内に残った2発は弾頭に十字の刻みがありませんのでアン・ジュンコンの弾ではないんです。つまり安純根は伊藤を 殺したのではないのではないかという現場からそんな風にこの思えるわけであります。うんはい、ですからこの辺りはそのもう一回現場から調べ直した方がいいんじゃないかなと思います。なんか JFK みたいな。 そうなんですよいいで,す、ね、で、弾丸は伊藤には上から当たったっていうことなんでありますが、うん、ハルピン駅では駅頭平べったいところに安純根の銅像が建っておりまして安純根は平地から駆け寄ってきたということになっておりますので、うん、JFK にそっくりでその角度からは伊藤の体内に入らないんであります、うん、ここら辺りはもう少し頑張って調べた方が正確に調べた方がその辺頑張ってみたらいかがでしょうか、うん、はい。それとですね、うん もう一つ日本側から付け足したいことがあるんでありますが、はい、これ俺もそう思ったんでありますが韓国を日本とドッキングさせるという韓国の人がもうおぞましくて首を振るというこの韓国併合日韓併合ありますな、はい、これに最も反対してた政治家が今資料ではっきり分かってるんでありますが伊藤博文なんですよ。<え>あの伊藤博文は 韓国をあくまでも独立させようと努力してた政治家なんですよ。はい、伊藤博文が当時動いてたのは韓国人による政府を構想し、韓国独立を推進しようとしてたんですな。で、日本には別の一派がいて、その一派が韓国併合に動いてたんですよ。併合しないともうロシアから勢力が降りてくるという。これはあのあれです。あのあ,あの男だわ。あのー、なんだっけ。あ山縣有朋。はい。 山形有のあたりがそのやっぱり日英同盟を進めるためにも韓国を併合しようとしてたというねはい、えーえー、ですから日本の中では、えー、伊藤は韓国よりだった朝鮮よりだったんですよ、うん、だから安純恒さんはそのあたり間違えちゃったってことですかあるいは、うん、あるいはですよはい。人だけ言えるのは誰かから吹き込まれたかですよ 安純光さん、うん、伊藤博文をやれと、うんうん、伊藤が悪いんだぞと誰かから言われて<ー>、えー、そのやったんではないかと黒幕がいるってことですねもう一人う実は後ろに幕があるんじゃないかと、うん、でここでまたあ非常にショッキングな言葉でありますがこれもあの日本側の取り調べ資料に残ってるんですが安淳紺さんの最後の言葉が実に奇妙な一言なんてありますな。 このミステリアス明日も続けましょう、はい、韓国と中国との歴史の中非常にこう不幸な出会い方をしたあ今週は日韓に関して話しておりますけども、はい、アン・ジュンコンによる伊藤暗殺事件なんでありますけど、えーえー、昨日はアン・ジュンコンの、えー、謎の言葉とかって言いましたがアン・ジュンコン最後の言葉ですこれもあれですね取り調べた日本側の警察が長所として持ってるんでしょうね、はい、これはあのアン・ジュンコンはまあ死刑になるわけでありますけども、えー、最後に残した言葉というのが えー、資料としてて残っております杏ンコンは一番最後に何と言い残したか「はいえー、我の罪我が輩の罪は弱き韓国の民たるが罪なり私の罪は弱い韓国の人間に生まれたが故の罪である弱き韓国に生まれさえしなければ暗殺事件なんか起こさなかった」という、えー、そういう意味でありまして。 えー、これは噛みしめると実に重い言葉ですな。うんなんで俺の国はこんんなに弱いんだおそうか日本への恨み節とかじゃないんですんね。ないんですね弱き韓国への、うんえー、その一種悔いみたいなもの怒りみたいなものを安淳君は最後の言葉としたというこれは恐らくこの資料を持ってるのは日本側だと思いますからまあ韓国側に渡してもまた捏造って言われちゃうのかな、はい、このあたり安淳君という青年やっぱりなんかこう。 新から韓国の未来をあの案じたんですな、はいえー、でなんですが、はい、ここで終わらないんですよ、はい、黒金さんの間中水泳は、はい、こっから黒金さんはまた不思議なことを言い始めるんですよさあいきますよ、はい、アン・ジュンコンの狂気はベルギー製7連発ブローニングという拳銃この 全く同じ拳銃が別の暗殺事件でも使われるんですうん。1> 第1次世界大戦の発火点になったあの事件オーストラリア皇太子がサラヨボで王女と共にセルビア民族主義青年に暗殺されるという事件、はい、その時の拳銃がベルギー製 f n 製7連発ブローニング拳銃<ん>このベルギー製ブローニング拳銃 これをですね仕切、はい、りに買い集めていたという人物が判明してるんですはい、はい、レーニンんかまたすごいとっぴな意外なところに来ましたね、えー、伊藤の暗殺から<う>あこのお同じ拳銃で、えー、オーストリア皇太子とがサライボで王女と共にセルビアの青年に暗殺されるという事件はわずか5年後なんです起こったのは。はい その時にこの拳銃のみをたどっていくとこの拳銃を大量に持っていたのが霊人なんてあります。はいということは伊藤博文暗殺事件の裏側にいたのはもしかすると <laughs> 霊人かもしれないという <laughs> すごい解釈ですね。これは、えー、そういう何かあるのかと実はあるんです。<え>伊藤はですね何をやろうかと何をやろうとととしてたかというと 日露戦争の後の話ですね。<ー>で、はい、日露戦争でボロボロになったロシアなんでありますが、伊藤はある思いがあって、そのロシアを立て直すべく、貿易協定をロシアと結ぼうとしてたんですよ。<ー>で、ロシアをある意味では復権させようと、力をつけさせて、はい、日本と平和友好条約を結ぼうとしてた。うん、そのロシアが元気になられると一番困るのが、実は、 ソビエトを作ろうとしていたレーニンだったという。ん。ヨーロッパ全体を大混乱に陥れるために、イギリス、フランスも巻き込む対戦までに広げるために暗躍したレーニン。つまり、ヨーロッパの列強が介入できない大混乱をどうしてももう一方で起こしたかった。その間に、ロシアに革命を起こし、ソビエトを作るという。 いや、解釈としては興味深いし、なんかある意味説得力がありますけれども、ね、これは黒船さんの解釈なんですかそうです。だけど、きれいにはまるんですね。そうですね。ソビエトを夢見るレーニンには邪魔者であったと、伊藤が。うん、そして、日英同盟を主張する山形有朋と、激しく伊藤は対立していたから、えー、ブローニング拳銃の謎は、国際政治の複雑さと見るべきで、うん、世界史という高いところから俯瞰してみると、 別の大きな政治的潮流がそこに見えてくるのではないかとでねこれ有名な話ですけどレーニンのカバンの内側には明治天皇の写真が貼ってあったっていう本当にうんこれは事実としてある、えー、こなんでかというとロシアをやっつけてくれれば革命が起こしやすいから<ー>ところがそれから日露戦争から数年後伊藤はそのロシアを立て直すべく商売の協定を結ぼうとしたのが裏切ったな伊藤っていう,う そうやって考えると。 幕ってのは案外<の>、えー、日韓史、日中史というものをもう一度取り上げる意味で、えー、まあその交際ですな、衰えたり栄えたりということで、甲、えー、中水泳と題してお送りしております。はい、これすべて黒金博士さんの甲中水泳と武士道という角川学園出版からの一冊にネタを求めております。読んでて、後半の方の、えー、ちょっとこう国際政治における陰謀説、面白かったですね。面白いですけど、うん、割とこう全部こう納得いくことが多い中で、何かや それはないよっって突込みどころってのはなないいんでですかありえしょうみたいな意外とないんだよな俺<ー>現場に十何発銃弾が飛び交ったってのは俺全然知らなかったよはい、あ、てからアンジュンコンさん一人がやったというんじゃなくて他にもいたっていうことを考えると、うん、これは単なる愛国心による単独犯じゃなくて組織犯罪これ相当後ろに何かいないと、うん うん。それから、ブローニング銃ですよね、ベルギー製の。それを、アンジュンコンという、朝鮮の青年が持ってたっていう。これだって、その青年が手に入れるためには、ベルギー製ブローニングっていうのはかなり遠い存在。相当でかい組織じゃないと、この拳銃いいよってのは進められないという,う、ね。ただの一人の青年ですもんね。うん、それがね、全く同じように、セルビアの民族主義の青年と同じ拳銃というところが、なんだかね、うん。う えまあ歴史に興味のない方もたくさんあるかもしれませんが、えー、まあ歴史認識の違いということで日中間が激くしてるんだったらばいっそのことこの150年間をその被害を被った、えー、という。 ことの他にもう一つこう高い次元で見ないと、なんかこう見えてこないような気がするんですな、で、あのあまりこう楽しい話がいっぱい出てこなくてこう、こに2週間、皆さんもね、なんかあそうは思わないとかね、いやー、韓国だって、いや、中国だって,って反論もあろうと思いますが、この議論という、この韓国をどう思う、中国をどう思うに関しては、これもう、明治からずっと非常にこう大きく揺れてるんですな、かつ改と、福沢諭吉地から揉めてるんですよ。はい 海舟は幕末期欧米列強にこのこうするためにはこう反撃するためにはどうしても日本朝鮮清朝この3国が同盟で結ばれるべきだこの説をずーっと勝海舟は言ってるんですね勝が言ってるのは日本朝鮮清朝この3カ国がアジア同盟を結んでインドを救うんだアジアはそのようにして守らなければならないえ、ね そうカツは言ってるんですね。で、そのためにカツが具体的に出したのは、えー、海軍力を結集し、この他の2カ国にも協力してもらって、えー、それぞれアジア艦隊をそこに浮かべよう。で、アジア艦隊の寄港地は神戸、津島、富山、天津。ここにアジア艦隊、連合艦隊を浮かべるんだ。ところが、 ここれとととははしててそんなことは勝つののだと言い捨てたのが福沢諭吉です朝鮮と清朝の能力に福沢は絶望しております。もうこの国は何を言ってもダメなんだと言っとるんですな、福沢は。福沢が一番絶望したのは朝鮮と清朝にインドを救う気なんかさらさらないっていう。で、ついに脱アロン、もうアジアの仲間を求めるのはやめようと、日本は。で、脱アロンを。 発表します「阿波、はい、ア,アジアではなく清朝の中華思想」これがもう元凶であると対して改舟は「朝鮮は古代日本のおしょさんである」これちゃんと書いておりますで「悪いのは李氏朝鮮だ」「清朝はこの清という国ではなくて社会なんだ国家ではない」だから「李氏と清さえ滅べば必ずインドを共に救おう」というアジアの知がこの両国から出現するはずだと勝は説いた「勝、はい、はいいでしょ?」 インドを救って初めてあのこのアジアというのは一つに結束できるっていう,うところがやっぱり福沢は納得しない両国を顔面野蛮と切り捨て、えー、この両国には抵抗精神がないんだとだからもう両国を頼りにするのはやめようと言い続けるんですね、えー、今この福沢さんはこの両国ですね中国と韓国で侵略主義の右翼という扱いになっておりますが これは両国の方に言いたいんですがね、特に朝鮮、あるいは韓国の方に聞いてほしいんですが、福沢、脱アロンを唱えながら、李氏朝鮮に絶望しながらも、最も朝鮮からの留学生を慶応に多く黙って引き受けたり、ン純根という青年、やっぱりなんかこう、新から韓国の未来を、あの、案じたんですな。はいえー、でなんですが、はい、ここで終わらないんですよ。はい、黒金さんの冠中水泳は。 こっから黒金さんはまた不思議なことを言い始めるんですよ。さあ、行きますよ。はい。アン・ジュンコンの凶器は、ベルギー製7連発ブローニングという拳銃。この全く同じ拳銃が別の暗殺事件でも使われるんです。<ん>第一次世界大戦の発火点になったあの事件。 オーストラリア皇太子がサラヨボで王女と共にセルビア民族主義青年に暗殺されるという事件、はい、その時の拳銃がベルギーー製製 FM 連発ブローニング拳銃、うん、このベルギー製ブローニング拳銃これをですね、はい、しきりに買い集めていたという人物が判明してるんです。はい例に 芸人なんかまたすごいとっぴな意外なところに来ましたね、えー、伊藤の暗殺から、うん、このお同じ拳銃でーオーストリア皇太子とおがサライボで王女とともにセルビアの青年に暗殺されるという事件はわずか5年後なんです起こったのは、うん、その時にこの拳銃のみをたどっていくとこの拳銃を大量に持っていたのがレーニンなんであります。はい、ということは。 伊藤博文暗殺事件の裏側にいたのはもしかすると、レーニンかもしれないという。すごい解釈ですね。これは、そういうなんかあるのかと。実はあるんです。伊藤はですね、何をやろうかと、何をやろうとしてたかというと、日露戦争の後の話ですね。で、日露戦争でボロボロになったロシアなんでありますが、 伊藤はある思いがあってそのロシアを立て直すべく貿易協定をロシアと結ぼうとしてたんですよ<ー>でロシアをある意味では復権させようと、はい、力をつけさせて日本と平和友好条約を結ぼうとしてた、うん、そのロシアが元気になられると一番困るのが実はソビエトを作ろうとしていたレーニンだったというふんー。 ヨーロッパ全体を大混乱に落とし入れるためにイギリスフランスも巻き込む対戦までに広げるために暗躍した例につまりヨーロッパの列強が介入できない大混乱をどうしてももう一方で起こしたかった、うん、その間にロシアに革命を起こしソビエトを作るといういや解釈としては興味深いしなんかある意味説得力がありますけれども、ね、これは苦戦の青年が持ってたっていう これだってその青年が手に入れるためにはベルギー製ブローニングっていうのはかなり遠い存在、うん、相当でかい組織じゃないと、ね、この拳銃いいよってのを進められないというただの一人の青年ですもんね、うん、それがね全く同じようにセルビアの民族主義の青年と同じ拳銃というところがなんだかねまあ歴史に興味のない方もたくさんあるかもしれませんが、えー、まあ歴史認識の違いということで日中間が激くしてるんだったらば いっそのこと、この150年間を、その被害を被った、えー、ということの他に、もう一つこう高い次元で見ないと、なんかこう見えてこないような気がするんですな。で、あ,のあまりこう、楽しい話がいっぱい出てこなくて、こうに2週間、皆さんもね、なんか、そうは思わないとかね、いや、韓国だって、いや、中国だってってと、反論もあろうと思いますが、この議論という、この韓国をどう思う、中国をどう思うに関しては、 これもう明治からずっと非常にこう大きく揺れてるんですな、かつ海舟と福沢慰吉から揉めてるんですよ、はい、海舟は幕末期、欧米列強にこのこのうするためには、こう反撃するためには、どうしても日本、朝鮮、清朝、この3国が同盟で結ばれるべきだ、この説をずーっと勝つ海舟は言ってるんですね。 カツが言ってるのは日本、朝鮮、新朝、この三カ国がアジア同盟を結んでインドを救うんだ。アジアはそのようにして守らなければならない。でそうカツは言ってるんですね。で、そのためにカツが具体的に出したのは、海軍力を結集し、この2他の二カ国にも協力してもらって、それぞれアジア艦隊をそこに浮かべよう。で、アジア艦隊の寄港地は神戸、津島、富山、天津。 ここにアジア艦隊、連合艦隊を浮かべるんだ。ところが、これとは対して、そんなことは勝つのほらだと言い捨てたのが福沢諭吉です。はい、朝鮮と新朝の能力に福沢は絶望しております。もうこの国は何を言ってもダメなんだと言っとるんですな、福沢は。福沢が一番絶望したのは、朝鮮と新朝にインドを救う気なんかさらさらないっていう。で ついに脱アロン。もうアジアの仲間を求めるのはやめようと、日本は。で、脱アロンを発表します。はい、アはアジアではなく、新朝の中華思想。これがもう、元凶であると。対して、改修は、朝鮮は古代日本のお師匠さんである。これ、ちゃんと書いております。で、悪いのは利氏朝鮮だ。新朝は、この、新という国ではなくて、社会なんだ。 国家ではないだから、利子と審さえ滅べば、必ずインドを共に救おうというアジアの父がこの両国から出現するはずだと勝は説いた。勝は,<っ>はいいでしょ、インドを救って初めて、あのこのアジアというのは一つに結束で、うん、という、まえー、一種暗殺者、テロリストによって、えー、我が国初代の総理大臣は射殺されたと。ところがですね、残った資料、全部並べますと、ものすごく、 奇妙なんであります。一説によると本当に安循環なのかという疑いができ出てくるんですな。な、はいえー、韓国の方もこの放送を聞いてらっしゃいますから、この辺は、えー、ちょっとあのー、考慮してね。丁寧に喋らなければなりませんが、これはあくまでも黒金弘志さんが集められた資料であります。ただし、デタラメではないと思うんであります。うん、こういうことなんであります。安循環が伊藤博文を打った。 ということに関しては、歯科歴史家の間で、未だに解けない謎がいくつも残っているということなんです。現場に残されたもの、その事実のみを見つめてみよう。黒金氏は言います。この事件は明治42年1909年10月26日午前9時、国立交渉は春瓶駅前で起こったと。早朝,朝ですな。安純根の凶器は、 ベルギー製の拳銃7連発銃の形はブローニング拳銃だそうです。アン・ンンジュンコンは発発弾を込めておりまして5発撃っておおりりままし撃っす、はい、これはもう残ったあれから銃から分かるわけですな。アン・ジュンコンクールなんですね。1発を自殺用としてちゃんと残しております。うん、で、この時にアン・ジュンコンやっぱり知恵があったんでしょうね。銃の殺傷能力を高めるべくそういう方法があるんでありますが弾丸に拳銃の弾丸に。 十字の刻みを入れてる。うん、あの例の椎の乱があるでしょのあ,あの銃の鉄砲の弾玉。椎、はい、の乱の形、どんぐりみたいな形。あ,はい、あそこの頭にね、十字を入れるんですって。十字入れるとどうなるんですか。あの肉体の中に入った時に。バシって割れるんだって。やだ、やっぱ反日の英雄、日本人大嫌い。ね。<ー>だから、安純ジンンの弾丸打った弾には。十字の刻みが入ってるはずなんですよ。取り上げた。 取り上げたあ一発にもちゃんと十字が入ってたわけですから、彼自身もそのことを言ってるわけですから、うん、ね、で、まあ、クールンでありますが、今度は伊藤博美の残された遺体を見てみましょう、はい、伊藤博美,美は3発を被弾、うん、1一発は貫通して未発見、これまだあの発見されてない、ハルピン駅の駅前のどっかにあるんでしょうな、はい、で、体内に2発の弾丸が残ってる。 その2発は腕を砕いて太ももに達し止まったという2発でこれは上から打たれたという高いところから打ったという、はい、その伊藤博文の体内に残った2発の弾,弾丸の弾頭に十字がないそうでありますえ安アンの弾じゃねえねん、はい、えとんちんかんな話ですけどもこういうことなんであります安 弾丸撃った球には十字の刻みが入ってるはずなんですよ、取り上げた、<ー>取り上げたあ一発にもちゃんと十字が入ってたわけですから、彼自身もそのことを言ってるわけですから、うん、ね、で、まあ、クールンでありますが、今度は伊藤博美の残された遺体を見てみましょう、はい、伊藤博美,美は3発を被弾、うん、一発は貫通して未発見、これまだあの発見されてない、ハルピン駅の駅前のどっかにあるんでしょうな。はい で体内に2発の弾丸が残っているその2発は腕を砕いて太ももに達し止まったという2発でこれは上から撃たれたという高いところから撃ったという、はい、その伊藤博文の体内に残った2発の弾,弾丸の弾頭に十字がないそうである<え>安純子の弾じゃりえ,ね、はい、えトとんちんンな話ですけどもこういうことなんであります。 淳君は5発撃ったが、伊藤の周りにいた日本人役人も被弾して死亡してる、あの現場で死んだのは、伊藤博文だけじゃないんですよ、はい行きますよ、当たった弾数を一応分かってるわけですから、現場からね、その被弾した人の姓のみ、室田という人が5発、中村という人が2発、森という人が一発、上川という人が一発、田中という人が一発。 計十三発の弾丸が撃たれて、えー、うち先端十字は森が被弾したのみ森さんに当たった一発だけが安順君の十字の弾丸と同じものだったっていう十字の刻みがあったという。他にも撃った人がいたい、ね、そうなんです。うん、どう考えてもこの弾数計十三発飛び交ってるわけですから安順君だけじゃないんです。三人以上いないとこの銃は撃てないんですよ。 何人だこれ1234566人に向かって弾丸が発射されてるわけですな、うん、とこれ変なことを考えると反純昆さんは伊藤博文の顔知らなかったっていう可能性あるんですなあ誰だか分かんなくてとりあえず撃っちゃうだっていいかい室田っていう人には5発も当たってんだよ、うん 玉数から言って室田っていう人を広文と勘違いしたという説もあってさあこのサスペンス明日も続きますあの戦、ー、後70年というまあ記念の年でありますえー、韓国中国ではですねこの漢中の国では日本に対するこう反日感情がまた再び高まるというしかし出来事をしっかりクールに見ていこうというそうすると何かこうちょっとこう。 今までの歴史観というものの中にいくつもの実はクエスチョンマークが落ちていることに気づくという、えー、国立交渉ハルピン駅頭で起こりましたここには今アンジュンコンの記念碑が、えー、中国の許可を得て韓国政府によって建てられているんですがこの暗殺事件よく見ますとアンジュンコンの狂器は、えー、ベルギー製ブローニング拳銃アンジュンコンは6 1弾を込めまして5発を射撃、1発を自殺用に取っていた、そして殺傷能力を高めるため、伊藤の身体に弾丸が入った瞬間、バーっと割れて散るように、弾丸に十字の刻みを入れるという、えー、細かい細工までして、5発を伊藤に向かって撃ってるんでございますが、現場の様子を再現いたしますと、実はこの5発が飛び交ったんではないんでありますね。全部で計13発の弾丸が 現場に飛び交っておりまして、えー、その伊藤の周りにいた明治政府の役人室田中村森上川田中にも弾丸が命中しております、はい、で一番弾丸が多かったのは室田の5発でありまして、えー、十字の刻みが入った弾丸が当たっておりますのが森なんであります。うん、で計6人に発発の弾丸が発射されてるんでありますから もしかすると3人から4人じゃないかと、はい、暗殺のテロリストは。で一番の問題はアン・ジュンコンが十字を刻んだ弾丸が伊藤の体内から発見されてないんであります。はいね、という伊藤には3発当たってるんでありますけども、まあ、1発は未発見なんでありますが体内に残った2発は弾頭に十字の刻みがありませんのでアン・ジュンコンの弾ではないんです。つまりアンジュンコンは伊藤を 殺したのではないのではないかという現場からそんな風にこの思えるわけであります、ね。うんはい、ですから、この辺りはそのもう一回。 現場から調べ直した方がいいんじゃないいかななと思いますなんか JFK みたいなそうなんですよ話ですね弾丸は伊藤には上から当たったっていうことなんでありますが、うん、ハルピン駅では駅頭平べったいところにアンジュンコンの銅像が立っておりましてアンジュンコンは平地から駆け寄ってきたということになっておりますので、うん、JFK にそっくりでそのの角度かららは伊藤体内に入らないんであります心当たりはもう少し頑張って調べた方が正確に調べた方がその辺頑張ってみたらいかがでしょうか、うんうん それとですね、もう一つ日本側から付け足したいことがあるんでありますが、はい、これ、俺もそう思ったんでありますが、韓国を日本とドッキングさせるという、韓国の人がもうおぞましくて首を振るという、この韓国併合、日韓併合ありますな、はい、これに最も反対してた政治家が、今、資料ではっきり分かってるんでありますが、伊藤博文なんですよ。<え>あの伊藤博文は 韓国をあくまでも独立させようと努力してた政治家なんですよ。はい、伊藤博文が当時動いてたのは、韓国人による政府を構想し、はい、ここから先なんでありますけども、事実というのはまことに不思議なもんでありまして、えー、この李春申に続く韓国の反日英雄がアンジュンコン。 はい、あの日本の初代え総理大臣伊藤博文を暗殺した青年なんでありますが、えーはい、これ今結構ねクエスチョンマークがいっぱいつく謎だらけなんですねえこのあたりちょっと今週メインで頑張っていこうかなと思いますお聞きくださいますね韓国と中国との、まあ、関係史みたいなものを振り返ろうというね寒中水泳衰えたり栄えたりするこの関係史でありますけれども、えー、もちろん元ネタございまして黒金宏さん角川学芸出版で出ております ここの人どでで調調べべたんすすかねね細かね細く調べてらっしゃいます、ね、反日の英雄ですなこの今世紀に入ってのン、えー、純魂による伊藤博文射殺事件という暗殺事件というのを、えー、振り返ってみたいと思います。はい、これはもうハルピン駅に銅像が立ってるというまあ日本人としてはなんか心が痛いですな。うん、えーえー、まあしかしちょっと落ち着いてこの事件をゆっくり見てみたいと思いますが実はね菅さんこういうことなんですよ。はい 黒金氏が集めた資料によりますと、伊藤博文暗殺犯、反日の英雄、安淳魂でありますで。これは誰も疑いません。日本国内においてさえも、安淳魂という、ま、一種暗殺者、テロリストによって、我が国初代の総理大臣は射殺されたと。ところがですね、残った資料全部並べますと、ものすごく奇妙なんであります。一説によると、本当に安淳魂なのか。 という疑いができ出てくるんですな、はいえー、韓国の方もこの放送を聞いてらっしゃいますからこの辺は、えー、ちょっとあのー、考慮してね丁寧に喋らなければなりませんがこれはあくまでも黒金博士さんが集められた資料でありますただしデタらめではないと思うんであります、うん、こういうことなんであります安純根が伊藤博文を打ったということに関してはしか歴史家の間で 未だに解けなないいいい謎がいくつも残っているととうことなんです現場に残されたものその事実のみを見つめてみようプロガネ氏は言いますこの事件を明治42年1909年10月26日午前9時国竜交渉ハルビン駅前で起こったと早朝朝ですなアン・ジュンコンの狂気はベルギー製の拳銃7連発銃の形はブローニング拳銃だそうですアン・ジュンコンは6発 弾を込めてて、ておおりりままして発撃っております。これはもう残ったあれから銃から分かるわけですなアン・ジュンコンがクールなんですね一発を自殺用としてちゃんと残しております、うん、でこの時にアン・ジュンコンやっぱり知恵があったんでしょうね銃の殺傷能力を高めるべくそういう方法があるんでありますが弾丸に拳銃の弾丸に十字の刻みを入れてる、うん、あの例の死のみ弾